はい、動画をご覧いただきありがとうございます。カウントアトラクションの坂本です。今回紹介するのは、このグローブ、メカニクスというブランドの、オリジナルグローブ と、オリジナルグローブインサレイドというものとして、ファーストヒットグローブというものです。このグローブの特徴は、まあ、何でしょうかね。超高性能軍勢というような名目で、まあ、文字通り、車だったりとかバイクを整備する人が使うのを目的としたグローブなんだけど、幅広く、使われていて、例えば、サバイバルゲームで使う人が多かったりとか、そして何よりも自転車乗りの間でかなり定番となっているグローブになっております。で、一番定番なのがやっぱりこのオリジナルグローブという商品なんですけども、特徴はこの手のひらの部分、1枚の布でできています。ほとんどもう縫い目がありません。なので、フィット感が非常に良くて、ハンドルなんかすごく握りやすいです。そして何よりもタフです。僕なんかはこれ、自転車乗るとき以外、冬場スケートボードするときとかにも愛用してます。かなり頑丈です。で、この選ぶときに注意してもらいたいのはやっぱりサイズ感。なので僕の手のひらが、この手のひらの周りが、およそ20センチで、一番長い中指で、8センチっていう、ちょっと手のひらの方が大きいぐらいなんです。だと、S サイズと M サイズで迷う感じになります。で、僕の場合はかなり一体目のフィッティングが好きなので M じゃなくて、オリジナルの場合は S サイズを選んでます。最初ちょっと窮屈なんですけど、この手のひらの部分がさっきも言ったように、1枚の皮なんで、これがちょっと伸びて、立体としたフィット感のまま、馴染んでくれます。で、冬場なんかに活躍するのが、ちょろっと紹介したこっちの、インサレーテッドっていう中にフリースの、インナーが入ってるものになってます。これなんですけど、ちょっと側がフリースが入っていることによって暑いので、より小さめにできています。なので僕はインサレーテッドの場合は、S サイズじゃなくて M サイズを使っています。なので、ちょっと手の大きさに合わせて、選んでもらえればいいと思うんですけど、まあ大体手の大きさ、僕 iPhone 持つとこんな感じです。なんで、まあ、ちょっとぴったりめで選んでもらえるといいと思います。かなり手の大きい人で L サイズっていうイメージです。で、最後にこのファーストキットっていうのは、手 の、 この入り口のところに、まあ、マジックテープ、ベルクロがついてなくて、手が非常に入れやすい、ちょっと薄めの作りになってます。でお値段もちょっと抑えめなので、まあ、防寒具としては正直あんまりかもしれないですけど、まあ、蒸れにくいので、まあ、作業用のグローブだったりとか、春先なんか秋口なんかは非常に使いやすいのかなと思います。ぜひ一度試してみてください。以上です。